み。またもやドラマのテーマソングがヒットのひとみちゃん、本人が映らないで歌だけ聞こえてくるのがいいんでしょうかね。第9位ヘイペッピン渋垣隊。激しい踊りについていけないで今にも倒れそうな渋垣隊、それが危ない魅力なんでしょうか。第8位恋のバイオリズム松本伊代。可愛いですね、あの鼻にかかった声を聞くと思わず取り込んしてしまいそうです。第7位思い出がいっぱい H2O。 この顔には思い出がいっぱいというよりも思い出がいっぱいというコミックソングの方が似合いますね。第6位夢芝居梅沢富美男。推しの湯はシワにのめり込むわ、毛穴は開いてる、ほとんど安物のオカマバーのまま。第5位さらば夏田原俊彦。トシちゃんは動物と共演することで新しい道を見つけたようです。泣いてますね。第4位ガラスのリンゴ松田聖子。引退結婚の噂が飛び交ってますが、私はそれよりもいっぺん入院してもらってよ、どうなると思います。今週の第1位メリーアン・アルフィー768票。おめでとうございます。はい、清潔な作り笑顔でおなじみの追っかけ界の坂上二郎ことミッキーマウス伊藤です。今日はですねディズニーランドにやってきたついでにですね、浦安市民会館のアルフィーのコンサート後の会場にやってまいりました。アルフィーの皆さんこんばんは。こんばんは、アルフィーです。いつも目立たない桜井勝です。サカンカブラのリーダー高見沢俊彦です。お笑い担当の元リーダー 坂崎幸之助です。というユニークなアルフィの皆さんに歌っていただきましょう。今週の第1位メリーアン。
たくて会えないかもっとそばにいたい掘って解いても綺麗になるよと思いを散らすのあなたが笑ってものでも私たちは誰でしょう。1番バカな2人組、2番ちょっとややこしい2人組、3番どうでもいい2人組。ひろみさん、やだいや、ひろみもここで次飲んでねえへんか。お酒だったの。誰がおらなかったか。それではエポさんで音楽のような風です、どうぞ、はい。あのせっかくね、はい、こんな中から出していただいたものでございますんでね、エポさんにちょっとあのプレゼントしたいと思います。あの、はい、3つのうちから選んでくださいね。1番私とキスできる、2番私のお尻を触れる、3番僕の素肌にチュッチュをしてもいい。どれがいいでしょうか。2番2番お尻、僕のお尻に、
触る、あ、私が触るんじゃないでしょ、あ、触れんじゃないでしょ、何を聞き違えてる2番で選びましたね、皆さん、はい、石川のりおとミュージカルバレエ団そう決まる、はいはい、お父さん、タクシーの運転手が何かはい、わおやつ特別企画、はい、ジューシーフルーツの皆さんでございます、実はここで皆さんにあの悲しいお知らせがあるんですね、はい、ジューシーフルーツの皆さんは実はこの番組を最後に解散してしまうというお知らせなんです。そうなんです、本当にね、皆さん長い間どうもありがとうございました。ファンの皆さんに、はい、あの皆さんからメッセージをお願いします。はい、私たちは完全に燃え尽きました。いよいよお時間が来たようです、うん、では行ってもらいましょう、はい、それではみそら、はい、あ、いや、ジューシーフルーツ憎いねー、このフジテレビ社員、はい、はい、1980年6月グループ結成以来ジェニーはご機嫌斜め、そんなヒロシに騙されてなど数々のヒットを生んだジューシーフルーツ、今ここにあふれる涙をこらえて最後のステージを務めます。
はこの本当に高中正義賞を本当におめでとう。これは失礼しました。あ、わかりました。失礼いたしました。高中正義、たっぷり見てやろうかい。ありがとうございます。今日は高中さんのためにね、私、今日のこの賞にふさわしいように、ありがとうございます。持ってきました。楽屋見舞い。あ、どうも。どうも本当にご盛況おめでとう、本当に。はい、行きましょう。この方です。どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。アル・ヤンコビック。はい。アル・ヤンコビック。ヤンコビックです。ヤンコビックさん。マイケル・ジャクソンさんがですね、はい、口のでかいやつ。今夜はビート・イットというのがありましたよね。はい、それが今夜もイートイットというパロディーを出してらっしゃるんです。この方ですか？はい。おー、そうですか。はい。あ、はい、どうも。 Do you know me? The most beautiful Japanese girl. ナンバーワン。ゾーリガオ。それはゾーリガオ。おー、一足。そんなで焦らないでください。どうでもいい、男子見て。だからまあ、ひょうきん女子としてはですね、はい、この日本のこのね、おもてなしですよ、こういうの来て。ねえ、ねえ、ある母国へ帰ってみんな日本の女はゾーリ側へ行って。実はですね、はい、今夜は素晴らしいゲスト、もう一人。マイケル・ジャクソンさんもお迎えしたいんです。マイケル？はい。はい。マイケル！マイケル。はい、マイケル。本当？本当だ。ゾリガオちょっと。そうですけど。じゃあ今オッケー。あんたやね、あんたやね。もう行くのよ。日本の女性のイメージダウンになるから。ゾリゾリで。ゾリガオ食べる。ゾリゾリ。もしかしたらタイプだから行かれた方がいいかも。行ってくる。それではですね、今日は彼からご覧になった外人の方から日本をご覧になったイメージで、この歌をお送りしたいと思います。Short can't stop. Cool it. Cool it.
eat it. My God. No! 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 Oh, no! Oh, there's no smoke, Samo. And music. Oh, hazle. さすがに本番のショーを見るような感じでしたね。そうですか。私同じ日本人でした。恥ずかしかったです、でもすごい蹴ったなおっさんでございますね。はい、はい、どうもありがとうございました。では皆さん前の方へ来なさせていただきます。どうですか今日。楽しかったです。ずっと楽しかったですか。はい、はい、気づかなかったな君は。あ、浜田のリトルなんかですか。あーよっしゃ皆さん付き合いがやってます。オレンジみたいです。オレンジ。オレンジボーイ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 のお出ましだ。それではですね、やっぱりあのこちらのお二人がですね、斬新ですね、前向きに見ていただきたい。それでは、はい。オレンジボーイのアドリナ。司会は私、4月になりますと桜の花よりも春闘が気になる吉本興業朗読プロデューサーの柴田俊介、そしてこちら4月になりますと桜の花がいつ咲いてもいいようにお仕事一生瓶とマイクは手放せない藤根さん、たまには美しい男と美しい女で美しい曲を聴いてみたい、東京砂漠の片隅で江戸川区の山田勲さんからリクエストです。夜の寒さを酒で紛らす穴の開いた俺の心よ、愛に飢えてる隙間風なら私の手で いいのかい俺は不器用で遊びができない、東京の砂漠片隅の巡り合い、黒沢王子、はい、かぶりを取ってくれぬか。さて問題です。私は誰でしょう。私の好きな人。はい。誰ですか。お名前は。八方さん。これな、わしはな15分前から待機してこのまま待っとってん、酸素少ないのに。誰が八方や。黒沢さん、さて問題です。私は誰でしょう。もうええわもう。何やこれ、何もタイトル仕掛けしても地方政府もみんな俺誰や分かっていいんじゃないかよ。そやから言うたら化粧の声のはいかないよ。の第3位、吉田君のお父さんに捧げる歌、マリムラ計587票。愛しのケイちゃんへ。とっても残念ですが今日は仕事が忙しくそちらへ行けません。
そこでスタッフに僕のイメージフィルムを撮ってもらいました。ケイちゃん、そのフィルムを見ながら僕のことを思って歌ってください。吉田君のお父さんより。Okay, baby, I love you, Kei-chan. And when I'm needing some kind of loving, he knows what to do. He's got a passion, I've got a notion. I think I stay right here near his devotion.You've been saying day out and day with you I belong. The fairy tree you are. イメージフィルムってどういうイメージなんですか。あれは木からこう出てこなからあれね、ほんま私も思わずお父さんのファンになってしまいそう。牛蜜のもらいですよ。それでは森昌子さんにはこのようなおはきが来ています。森昌子ちゃんのような歌の上手い人が出てきっちり歌うことの素晴らしさを教えてあげるべきです。ただしあの雰囲気でちゃんと歌えるかどうか心配です。しぐれの宿で背を向ける人、報われないと知りつつ飛び立つ鳥を見送る私、季節ソムリエ冬のツバメよ。森昌子さんでした。じゃあ
とにかくね、はい、あの触らせないようにしてあちらの方に行っていただきます。いやすいません、山田さん、まだ聞きたいことあって。何ですか？どこが感じるんですか？森尾由美さんで鏡にご用心です。どうぞ。渡辺電話番号聞いて。行きなさい。はい。えらく素直だなあんた。初めてだなこの素直なパターン。よしなさい本当。よしなさい。おだめなさい。おだまり。はい。さて私は誰でしょう。1番田原俊彦。2番草刈正雄。3番この番組のディレクターの荻野。4番のりおさん。そう4番のあるかそんなの。その3番までにお答えください。はい、はい、誰ですか？1番。1番の郷ひろみ。冗談はよせ。今日は会いましたね。来週も使ってね。卵の親じゃ。
You say, Dindo? Tamago no Oyaja. Piyoko-chan. Piyoko-chan. Say, one, two, three, four. Wasurechatta. CCGのクイズオッケーのリスポンダーを見てきました。おはようございます。ありがとうございました。どう
をしてました。はい、ところで今回の空想キッスっていうのはどういう歌なんですか？はい、ナイブな男の子の歌でしてですね、あの某 TBS の、 あの毎度お騒がせしますパート2のですね、あのドラマの主題歌なんです。そうなんですか。前にやった時ね、はい、お騒がせしますね、曲がヒットしたもんですからね、またこれで楽しようと。はい、いいだろうですね。いやらしい考えですね。ところで皆さん、お仕事終わった後っていうのはどうなさってるんですか？あ、普段ですか？あのしてないですよ。あの一人で。一人で。いや、はい、仕事終わると、だいたい家に帰って寝ます。あ、いや、だいたい一週間に三回。三回ぐらい。一人で。一人で。突っ込まないでください。あ、すみません。はい、それではスタンバイお願いします。どうぞ。はい、それでは CCB の皆さんで空想キスです。どうぞ。キーパーが向いてない。下だけ。アウト。何するの？どうして自分の可能性にかけてみようと思わない？俺はお前の可能性にかける。キャプテン、俺。いや、その前に特訓だ。よし。俺もう一度サッカーをやる。よし、みんな練習だ。
待ちなさい。俺はお前らの味方やないか。僕味方に対して何をするんだよ。私は誰だ。なぎにか健太郎さんか。また俺やだ。いいよ俺。誰が君の名前聞いてるんだ。CCB の歌ってスポーツ根性ものにマッチしてていいですね。はい、あれで CCB ってみたいと思います。今週の第1位、ラッキーチャンスをもう一度、 CCB 1246票。どうもどうもどうもすごいすごい、どうもありがとうございました。今回は1位ですよ、はい、ね、いきなり初登場1位。全然嬉しそうでしょうね。僕の顔バカにしてますよ。いやいやいや、昨日から眠れませんでしたね。その言葉に重みじゃない。トップ10で1位になった時と顔は違う。そうですか。そう、嬉しい。どう違うの俺たちが。ちょっと堺正明さんよりな、喋りが下手でな。私もさ、郁恵さんのように売れてないアナウンサーだった。そう、あ、あ、バカにした。バカにした。いや、私だけだったよ今。この人な、こうねけどな、アナウンサーやね。ニュース読めへんよ。悪かったな。ちょっと何ですかこれ。あんな言うと言って神が覚えられへんねん。見てないでしょ。見たないよ。バイバイ。ああ笑ったからこうなってんだから懺悔や。みんな一発当ててここまで来てんから放課後残るように。では、はい、それでは3番お願いします。はい、それでは CCB の皆さんでラッキーチャンスをもう一度どうぞ。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、棒が当たれば豪華な景品がもらえるという的当てだい。今日はラッキーチャンス。歌がかかっている間だけ100円でどうだ。持ってけぞ。責任者出てこい。おじさん、おじさん、今日一回やらせて。おい、いいか坊ちゃん、思いっきり投げなきゃダメだぞ。おい、いいな、準備はいいな、じゃあ行くぞ。はい、ミュージックスタート。クロスバラのカバーを背中に隠しながら一息でキスにたどり着くチャンスに不安のベルどうせないだろう。いつはもうものゲットをさせ
かったですね。もう本気になってた。本気になってましたね。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったですか。はい。いいですか。でまた頼まれたら来るでしょ。はい。はい。よし、そっちよ。まだ怒らへん。まだいけるなという状態。何だろう、こんな。これ一つ間違ったら売れへん漫才師の顔で。頑張るで、こんな顔。お前ウロちゃんことかこんなん欲しんちゃう欲しんちゃうかなあげようかな似合うちゃうか似合うちゃうかあー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 あようこそいらっしゃいました。こちらのエポとひょうきんストリートバンドの皆さんは初めて出演なさったということで、わっダメですこれ。ダメだ、あかみませんから。ちょっとごめん、はい、あこちらがエポさんです。初めまして、はい、そしてこの後ろのストレートバンドのメンバーですか。メンバーメンバー、あ大変な人ですね。もっと子供かと思いましたね。たけちゃんもみたいになりましたとにかく皆さんに歌っていただきたいと思いますが、あちらのステップでどうぞ、はい、どうぞどうぞ。それではこのひょうきんストリートバンドの皆さんにこの方どうするんですか。そうなんですね。この方ぶちですね。申し訳ありませんでした。完全にこのコメディアになってます。こちらにありますね。どうぞたけちゃんも呼んでください。たけちゃんも呼んでいただきます。たけちゃんもんだ。あ、たけちゃんもんだ。